ただいまお話がありましたように、このたび、国土交通大臣、海洋政策担当大臣を拝命いたしました大畑昭宏でございます。どうぞよろしくお願いいたします。すでに、各大臣からお話があったと思うんですが、私は菅総理から次の8点について、しっかり仕事をするようにという要請をいただきました。一つは、時代に合わない国の大型直轄事業は全面的に見直しし、費用や効果を厳格に検証した上で進めること、また国民の安全安心を確保するためコストの削減を図りつつ、戦略的な維持管理更新を推進すると、こういうのが一つであります。二つ目には、地域主権戦略大綱を踏まえ、一括交付金化の一層の拡大推進に積極的に協力すること、こういうのが2点目。3点目が、地域住民の移動手段を確保し、環境問題に対応するため、公共交通を含め、総合交通体系の確立に取り組む、高速道路の原則無料化について、引き続き社会実験を着実に進めることと、これが3点目であります。4点目には、観光地域振興策の支援や、訪日外国人観光客の増加など、国を挙げて観光立国の実現を総合的に推進し、新成長戦略の実現に積極的に貢献することと、こういうことが4点目であります。5点目は、引き続き日本航空の再建に取り組み、また航空輸送の安定と安全の確保や航空産業の発展に積極的に取り組むこと。6点目が、鉄道分野のインフラシステム輸出を進められるよう、民間企業の支援をはじめ、機動的に対応を行うことと、それから7点目が、海上の安全および治安を確保するため、外国漁船の違法操業等に毅然と対応するなど、領海警備について万全の体制を整備するということで、それから8点目が、海洋の平和的かつ積極的な開発利用と海洋環境の保全との調和を図り、総合的に海洋政策を推進する、こういうことが主な総理からのご指示でございました。こういう方針を踏まえて、明るい国土づくりに一生懸命努力をしたいと思いますので、皆さんのまたご理解とご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。はい、どうぞ。両毛新聞の塚越と申します。はい、ヤンバダムの問題についてお尋ねします。はい、一応マニフェストで中止の方針が掲げられてですね、緊急交代直後に前原大臣は中止の表明をされて、それで馬淵前大臣は中止のという方向性という言葉は使わないと事実上撤回されました。大畑大臣はどのような姿勢で臨むのかをお聞かせください。はい、ヤンバダムについては、馬淵大臣が一つの方向性というものをお出しになりました。原則として一つは、一切の予断を持たずに検証を行うということが一つ、二つ目には、生活再建事業に万全を期すと、この馬淵大臣の基本方針にを私は大切にしながら執行していきたいと、仕事をしていきたいと考えております。以上です。はい、前のその馬淵大臣はですね、高速道路の無料化について、その厳しい財政状況の中で、現実的にできる案を、遅くとも夏頃までに示したいという考えだったんですが、大畑大臣はこうした馬淵大臣の考え方、路線を継承されるんでしょうか。そうですね、馬淵大臣もですね、非常にさまざまな状況下にあって、真剣に物事を考えて、ここまで進めてこられましたので、馬淵大臣が方針を示したものを基本としてやっていきたいと思います。どうぞ。よろしいでしょうか。北海道新聞の須藤と申します。はい、西武新幹線の未着工3区間の問題についてお聞きしたいと思います。はい、政権交代から1年数ヶ月ですね、まだ結論が出てないということに加えてですね、議論の中身自体がまだ十分進んでないんじゃないかというような声が特に誘致推進関係者からよく聞かれるんですけれども、
大臣の基本的な対応方針と、あと一定の期限を設けて議論の方向性といいますか、お示しになるお考えがあるかどうか、この2点をお聞きしたいと思います。私、経済産業大臣を短い間でありましたけれども、させていただきました。地域によってとってですね、このいわゆる流通、あるいは移動手段、そして新幹線というのは、大変大事な地域経済をサポートするために必要なものであることは、この経済産業大臣を仕事をしながら、十分に認識をしております。したがって、馬淵大臣の方でもいろいろと検討されてきたと思うんですが、基本的にはね、全体計画をきちっとして、そして地域の声を聞きながら、私はさまざまな検討がこれまでなされたと思いますが、やっぱり現場主義で、そして地域の、あるいは日本の将来というものを考えて、どういうことが必要なのかということを、しっかりと検証しながらですね、やっぱり全体像、未来の日本における必要な路線というのはこうだということを明確に示してですね、そして財政の許す限りですね、それを建設を進めていく。したがって、財政的に厳しい状況もありますが、しかし将来的にはこういうところを整備していきますよということを、関係者の皆さんのお話を伺いながら、また北海道は北海道としてのいろんなご意見もいただいておりますから、そういうご意見を率直に伺って、未来像を示しながら、一つ一つ財政的な裏付けがついたところから進めていくと、そういう基本的な考え方でやるべきだと考えておりまして、よく今の北海道新聞さんの話も、また北海道の皆さんからもお話聞いておりますので、十分踏まえてやっていきたいと思います。はい、最後でお願いします。朝日新聞の磯貝です。はい、公共事業のボリュームについての考えを伺いたいんですが、大臣は経産大臣で、公共、要するに経済活動を活性化するという立場で、先これまでやってこられましたけれども、かつては公共事業はですね、少し削減という方向がずっと続いているところですけれども、経済の活性化からちょっとこう、削減というのもいかがという意見もありますけれども、大臣としてはどのようにお考えでございますか。公共事業というものは、どういうものを指すのかということなんですね。この公共事業の中には、もちろん道路も入ってますし、橋もありますし、それから役場の建設とか学校建設もいろいろありますよね。で、私、自分自身が機械工学出身なんですが、必ずものというのは劣化してくるんですね。鉄でも何でもそうでありますが、やっぱりある程度の時間が来たら、耐用年数が過ぎたら建て替えなきゃならないと、こういうことで、そういう意味では公共事業というのは非常に必要なものであると、私はそう思います。ただ、過度な公共事業というのは、それは見直さなければならないと思いますが、必要な公共事業はね、積極的に私は地域のためにね、やるべきだと、私はそういう感じを、考えを持っておりまして、ここについてもね、私は県会議員もしたことはありますが、地方における公共事業というのは非常に私は大事だと思います。はい、以上をもちまして、大畑国土交通大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。はい。